ここは山口県山陽小野田市、山口県の南西部に位置しており、下関市、宇部市、美祢市と隣接している。森と湖に恵まれた公園や海と緑に囲まれたレクリエーション施設があり、優れた自然環境に包まれている。交通の要衝となっており、産業立地も好条件を備えている町だ。この山陽小野田市に移り住んだ芸人がいた。今日も暑いですね。山口県住みます芸人のドサケンだ。2011年あなたの町に住みます芸人プロジェクト開始当初、初期メンバーとして香川県住みます芸人に着任したドサケンだが、1年経たずに山口県住みます芸人に移動となった。あ、どうぞどうぞ、僕ん家へ。いやー、いいでしょこれ。都会に住む芸人が住めないような広い家、地元の方のご好意で住まわしてもらっている。これも住みます芸人ならではの特権かもしれない。まあ子供は一人、子供が、はい、いますけど、だからまあ親子二人で今暮らしてますね。男の子、女の子。男ですね、はい。ちょっと呼んだら来るかな。ポコポコポコ。え、息子さんポコって言うんですか。あだ名がね、本名はポコ丸。そう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 。ポコ。あら、ポコはいないな。ちょっと汚いですけど、ちょっと。ああ、ポコここにいた、いた。やばい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 。やばい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 。はい、うちのポコ丸ちゃんでーす。こんにちは。あれ、猫。そう、もう息子みたいなもんですよ。うん。保護猫のポコ丸を子猫の時から一人でここまで育て上げた。本当に息子同然の猫のポコ丸。一人身の中年芸人ドサケにとっては大きな心の拠り所である。ちょっと部屋がちょっとちょっと汚いですけど、どうぞ。はい、ちょっとすいませんすいません。いや、中上がるなら中上がるって言っていってもらったら、あの、片付けしてたんですけどね。えポコちゃん、古民家300坪に猫と2人暮らし、悠々自適な生活を送っているドサケンが、これまで歩んできた道のりとはどんなものだったのだろうか。埼玉県の志木市というところで、はい。で、まあ、普通かな。でも、まあ、高校時代はレスリングやったりとかして。レスリングやってた。はい、レスリング部出身です。はい、何キロ級。一応埼玉県で3位にはなってるんですけど、当時全然今みたいな体大きくなくて、54キロ級グレコローマンスタイルで埼玉県で3位に。一応すごいですね。いやいや、まあまあまあ頑張りましたけど、まあ出場者が4人しかいなかったんで、1回戦出たら、まあ実質3位で、4人中、まあ、1位2位で3位が2人だったんで、はい、両親と男兄弟3人ですね、はい。あ、男兄弟の僕は真ん中。あ、そうですね。はい。で、まあ兄も弟もしっかりした人なんですけど、まあまあ僕もまあしっかりしてるけど、まあでもただ両親にはやっぱり一番迷惑かけてますね。もう僕はまあ東京 NSC13 期生なんですけど、まあ年で言ったら31の時に養成所に行って、32歳で初舞台でライブ中心でしたね、はい。31歳までは何をされてたの？食品祭事って分かりますかね。物産展とか北海道物産展とかあった時に、1週間でいなくなる人たちいるじゃないですか。あれを自営で23歳ぐらいからかな、ずっとやってて、はい。で、まあそれを辞めることになって、辞めた時に次どうしようかなと思った時に、どうしても働きたくなくて、あの仕事ってめちゃくちゃ辛いんですよ。本当朝6時から夜9時まで一人でやって、で休みも2週間3週間なかったりとか、そんな暮らしを7年8年やってたんで、もう働きたくないなと思って。
で若い時も芸人にめちゃくちゃなりたかったんですよね。だけど当時はあのなるすべも分かんないし、なんか友達と遊んでるのも楽しいしっつってちょっとなーなーなっちゃったんで、でどうしたら働かなくて済むかなって考えた時に、あ、NSC に1年行くって言ったら1年働かなくていいかなと思って、それで行きました。正直言ったらもうあの周りはだって18歳とか22歳とかが多いから、でその中で31歳の僕が行って、で何ができるんだっていうのもありましたし、あの NSC 入る時に面接があったんですけど、その面接の時に自己アピールみたいなのがあるんですよ。で僕その時に何にもできなくて、ただよろしくお願いしますしか言えなくて、何もできなかったっていうのがやっぱりあの自分の中でものすごくトラウマじゃないんですけど、あのきっかけになってるっていうか、なんか、あ、自分は何かやれって言われてもできないんだと、だったらなんかそれ以上に一生懸命やんなきゃいけないんじゃないかなって、いろんなこと一生懸命やんなきゃいけないんじゃないかってあの思って、面白い面白くないんじゃなくて、芸人にとってなんかできることっていっぱいあると思うんですよね。そういうことだけは人の倍頑張ろうと思ってやってましたよね。鈴木さん、今仲いい芸人さんとかっていらっしゃるんですか？まあ、あのロンドンブーツ淳さんにやっぱりあの一番感謝してますし、あとロバート馬場さんが門司港なんで、あの門司港に馬場さんがあの帰省された時は一緒に遊んでもらったりとか、あとまあ、 あの一度お仕事一緒にやらさせていただいてから、月亭方正さんなんかにもめちゃくちゃ可愛がってもらってますよね。馬場さんと、方正さんは東京時代はあんまり、東京時代は全くです、全くです、はい。じゃあ住みます芸人になってから、住みます芸人になってからですね。そうですね、のお付き合いってことですね、はい。実はこの方からドサケに対するコメントをもらっていた。芸人としてのドサケはこれはね、一言で言うと、いろんなタイプがあるじゃないですか。まあ、頭のいい系、悪い系、一発ギャグ系、なんやネタ系、なんかこうフリートークが得意なとか、いろいろあるでしょ。もういろいろなごっちゃ混ぜにして、土佐犬は、芸は人なりの人で、この間もね、あのギャグがあるんですよ。もう、なんか写真を撮ってください、いいですか、写真いきますよ、カメラ目線とか言ってギャグがあるんですけど、正直何にも面白くないんだけど面白いんです。それが土佐犬の強みで、ということはもう土佐犬は何やっても面白いんです。芸は人なり、そういう芸人ってなかなかいないから、本当僕はあの努力、あと努力さえしてくれたらなと思いますね。僕なんかあのずっと人に恵まれちゃうんですよね。芸人になってすぐ淳さんに会わせていただいて、ですぐ気に入っていただいて、でもう見れないもん見せてもらって、で住みます芸人になってもそのなんか香川県で最初知り合った人とかとか もうめちゃくちゃいい人ばっか で山口県に来てももう知り合った人がもうみんなよくしてくれるんで、僕はもう今15年目になるんですけど、正直15年も芸人できてるなんてもともと思ってないんですよ。なのに今こうやってやらさせていただいてるっていうのはもう本当感謝でしかないですよね、はい。もう山口県に来てもうすごく満足されてるってことですか？いやいや、満足なんて問題ものじゃないですよ。本当にもう僕の人生をキラキラしたものにしてくれたっていうのがもう本当このすみます芸人ですよね。山口県で本当にあの食べ物美味しいんですよ。これあのいや東京も確かに美味しいですけど、東京はやっぱお金出さなければ美味しいもの食べれないようなそんな感じがするんですよね。ただ山口県って本当にお金出さなくてももう美味しいものがたくさん食べられるんですよね。であの結構チェーン店とかがやっぱり少なくて、個人のお店が頑張ってらっしゃるん でそういうお店ってやっぱ美味しいじゃないですか。で結構山口県内でもあの美味しいんだけど知られてない店っていうのがいっぱいあるんですよ。レギュラーを多く抱え、地域の方に愛されミスター住みます芸人とまで言われた土佐犬も、何か新しいことにチャレンジしなければという思いを抱えていたのだった。
この日、土佐健はどこかに出かけようとしていた。どちら行かれるんですか？ちょっと営業。営業？営業っつっても芸人の営業じゃなくて、ちょっと今ここにあの営業先のリストがあるんですけど、はい、ちょっと今度あの土佐健おすすめ物産展みたいなのをちょっと企画してて、でそのあの出店交渉に今からちょっと行きたいと思ってます。あ、物産展ですか？はい。実は土佐健は地元タレントの方と一緒に物産展をプロデュースしようと考えていた。山口県には美味しいものや魅力的なものがたくさんあると土佐健は話す。その魅力をもっと多くの人に知ってほしいという思いから今回の物産展の開催を計画していたのだ。この日土佐健はジェラテリアバールさくらさんを訪れていた。物産展への出店協力をお願いするため営業活動も自らの足で行っているのだ。こんにちは。どうも。こんにちは。ちょっとお願いしたいことがあってっていうか相談があって来たんですけど、うん、あのまあ一つ目のお願いは、うん、付き合ってください。いいよ。ありがとう。あと2個目はちょっと前もちょっと話したけど、あの、うん、物産展のことでちょっと、うん、あのいろいろ決まってきたんで、うん、お願いしたいなと思って。ぜひ喜んでよろしくお願いします。いやいや、これね、ジェラートめちゃめちゃ美味しいんですよ。もともと前からの知り合いで、で新しく始めるっていうんで始めた時に食べに来たらもう美味しいから、で、あの贈答なんかにも使えるから人になんか手荷物持ってかなきゃなっていう時はよく使わせてもらってるんですよね。はい。で場所は、はい、あの下関のシーモール のホールみたいなところ で一応前半後半分かれて12店舗ずつ、はい、出るんですが、一応前半か後半だったら後半の方がいいのかなってちょっと思うんですよね。うん、うん、どさけんに任せる。あら、大丈夫ですか？うん、近くないですか？近くないですか？いやカメラが撮るからちょっと交渉しやすいようにっていうことで今こうやって隣に座る。本当だったら遠面座りますよ、私だって。なるほどな。はい、ただね、ちょっと近いな。え、近いな。お騒ぎはダメですよ。得意なことや好きなものを事業化していくことを選んだ土佐健。彼の活動に今後も目が離せない。土佐健プロデュースの物産展は下関市のシーモールというショッピングモールで2022年8月6日から15日までの開催を予定している。次回はその様子をお届けしていきたいと思う。